こんにちは、レイカです。今日は帰りと弟の帰りとサーフィンセッションの動画なんですけど、ここら辺はね、波が全然良くなくて、今からヘバラにサーフィン、こっからですね30分弱ぐらいさ、ちょっと帰りとサーフィンしていきたいと思います。イエーイ、帰り、やっほー。そして私の弟帰りが YouTube チャンネルを始めることになりました。始めます。帰りの波乗り日記でやります。帰りの波乗り日記、ね、帰りのイケイケゴーゴー波乗り日記でやろうかなと思ったんですけど、昔のブログの名前やんな。もう名前長すぎて短縮しました。見てください、帰りの波乗り日記です。ぜひ概要欄に貼ってるので、皆さんまだねアップされてないんですけど、はい、すぐアップされると思う。なんかしょうもない動画を上げたくないとか言ってすごい動画を上げたいとか言ってるんで、ちょっと意気込んでるんで、みんな見てやってください。頑張ります。登録してね、登録してね。やば。そして今日一緒にサーフィンするのがハロー。おはようございます。ハローキティ。おはようございます。田中大輝です。まあもうおなじみやね、どの YouTube でもね。大体出てくるんで、ね、サーフィンやってるんですか？数年やっております。っていうことでね、この二人とちょっとヘバラの方でサーフィンしていきたいと思います。イエーイイエーイ、頑張ります。何を結構いい感じ。皆様、昨日は、YouTube で本当は吉本のことを、吉本興業の所属を発表したいなと思ってたんですけど、私のいつもね YouTube ね携帯で撮ってるんですね。でも昨日は携帯で撮れなくて、吉本の人が撮影してくれてて編集とかしてくれてるんで、ちょっと、YouTube で発表できなくて、なのでその YouTube が出来上がったら、普段は見れないその吉本の中とか芸人さんたちもコラボしていただいたので、その様子を YouTube で流したいと思います。そしてこれからね、機材が携帯で、いつもこの携帯で撮ってるんですけど、でこの携帯で編集してるんですけど、編集は携帯っていうのは変わらないんですが、機材をちょっとこのここに出してる写真のこのカメラで撮っていきたいなと思います。これの方が多分っていうか絶対画質いいから、もっといい動画になればなと思います。ヘバラに着きました。今日のウェットスーツはこれ、サイバーの、この前ね、ウェットの1個前の動画でウェット紹介したやん、紹介、ウェット紹介っていうかウェット脱ぐやつでやったやん、うん、パンツ履き忘れたやつ。それの動画で着てたウェットです。サーフィンするのは2回目。これはセミドライ？これはジャーフルの 2mm、3mm で。あ、ジャーフルなんや。そう、なんか着たらな、めっちゃかっこいいって言われた。生地見ていい？生地めっちゃいい。あ、調子良さそう。めっちゃ伸びます。裏地真っ黒、これとこの色と真っ黒。おお、いいですね。ニューウェットでサーフィンしていきたいと思います。それと使うボード、今日なヘバラってレイカさ、オンジクと勘違いしてて、こんな惚れてるとこと思わんくてさ。結構惚れてますね。こんな惚れてるところでニューボードを持ってきてしまいました。これです。え、これニューボードやんの？ニューボードやろ、はい、まあ、靴ちょっと汚いけどニューボードでございます。間違えてニューボード持ってきたやつ。いいやん、上手。これでインサイドではちょっと攻められへんから、ちょっとアウトの方でミドルまでちょっと攻めまくりたいと思います。頑張ります。頑張って。フィンは、フィンは何やこれ、ブルーチャンネルの、あ、何ていうんですか。これはね、アルメリックの AM のね、はい、AM1 のテックフレックスですね。ちょっと硬めなフィンで。最悪。惚れてる波の時とかよく機能しますね。あ、そうなん。はい、知らない。あ、じゃあいいやん。わからないです。まあそれを考えて選びました。まあそんな感じでね、やっていこうかなと思いますよね。やっていきましょう。頑張ろう、頑張ろう。日本やばダッサ。じゃあまたね。はい、バイバイ。バイバイ。バイバイ。今日はどこでサーフィンするんですか？さっき言ったよ。今日はね、ヘバラでやります。まずね、靴、バンズ、まあ、ズボンもバンズなんですけど、ズボンもバンズで、ウェットはレイカと一緒でサイバーウェットスーツです。でも、俺のはセミドライス、ちょっとあったかくて、結構寒がりなんで、裏切り者や、脂肪ないんで、寒がりなんで。失礼やな。意外とこういう時は
セミドライでやったりします。まあジャージの方があの軽くてあれっていうのはあるんですけど、まあ、ちょっとあったかさ重視でいくんで今日はこっちでやろうかなと思います。じゃあそろそろちょっと1個言っていいですか、うん、ウェットスーツの早着替えをやってください。せーの、はい、頑張ってる頑張ってる頑張ってる。プロは何秒でウェットスーツを着れるのか。メンズはね、上をね、そのまま脱げるからね、楽ですよね。着やすい、マジで着やすいよな、柔らかいもんな、サイバー。おぉ、まあそんな感じでね、やっていきました。おぉ、いやそんな感じで行ってみましょう。行ってきます。なんでね、このニットケースに入れてるかって言ったら、今日3人でビデオの撮り合いを30分で分けるんですけど、メイカが一番最初に撮るんでニューボードを日焼けしたくないので入れてます。大輝があそこにおる子がじゃんけん負けたんで途中で上がってきて撮って、もう一回入るやつかわいそう。2番目です。そうですね。で今日から俺も YouTube やっていくんで、ちょっとずつね、なんで頑張っていくんで見てください。めっちゃ背負ってんのいいやつ。撮っていきます。頑張ります。
今ですね、インサイドのこのショアブレイクでチキっております。頑張れ。自撮りでございます。広角レンズやからめっちゃ自撮り来やすい。今めっちゃ近いで、これぐらい、これぐらいの近さ、あのカメラが、なのでこれぐらいに撮れてます。ナミは最初はレイカが撮ってたんですけど、ビデオその時は全然ナミ良くなくて、レイカ入りだしたらなんかナミ良くなってきて、1時間ぐらい入って上がったけど、この通り私のライディングはしょぼいです。やばい、最後全然ありません。最後ので頭にめっちゃ砂入ったらしい、耳とえぐいみたいな感じでした。ショアブレイクがすごくてね、まあね、そんな感じで今日はやってきました。勝手に終わらんといてや。どうでしたか？楽しかった。楽しかったです。次またセッション撮れたら、これからねサーフィンのビデオを撮り合いっこしようかみたいになってるんで、撮れたらまたアップします。バイバイ。